ンチュニュース。2022年3月19日土曜日、大津市の建部大社参道で朝ごはん市が開かれました。参道には海産物や野菜、青果、ぼた餅、焼き芋などを販売する多くの店が朝9時から並びました。この取り組みは瀬田商工会の絆づくりビジネスネットワークの一環で実施され、買い物弱者の支援を目的に10年ほど前から唐橋しじみ市としてスタートしました。今では唐橋しじみ市 with 瀬田の市と題して、毎月第3日曜日の恒例行事として地域に根付き、その中で朝ごはん市が不定期で同時開催されています。焼き芋ピースさんで焼き芋を購入しました。いつも買ってるのでおすすめです。これは、今日は先着100名様に、各出店者さんから景品がもらえるということで、すごくお得ないろんなものがいただけるそうなんで、今からもらってこようと思ってます。ここ来てはったら通ったら、まあ、来ます。毎日私ここ通りますので。なるほど。よく買いました。あ、いっぱい購入されたんです。はい。朝ごはん市ではその他にもハンドメイドアクセサリーや衣服、ペットボトルキャップを使用したワークショップなど、年齢層を問わず楽しめる内容となっています。地道に出店者を募りながらやり続けていたんですが、その中で、本当に地元の人に認知していただいてですね、こういったたくさんの方が、ご来場いただけるようになってきました。瀬田の方が多く出店してくださってまして、すごくにぎわいが戻ってきたかなというふうに思っています。ここは本当に地元に密着した取り組みということで、地元の人が出店者も、瀬田を元気にっていうようなイメージで、開催をしていますし、来られるお客様もですね、地元の方に愛される市を継続していけたらなと思っております。次回の開催予定は5月の第3日曜日。ぜひ朝ごはん市でお得な商品を探してみてはいかがでしょうか。